とんでもない速さで、試合が進む。2時間で9回裏。本日の試合展開、中日とカープ3連戦の最終。お互いが短い攻撃時間となり、7回終了時点で1時間37分しか経過していない。ここまでハイペースで試合が進んでいるが、お互いに追加点が入る気配はない。ナイターで言うと、19時30分で8回突入。お互いにヒットすら打てない定期。カープが点取らなければもう終わってるのにな。メジャースタイルに転換した中日さん。中日と広島は、忠実に NPB の意向に従っているんだね。時短に全力で対応してるわ。早く帰りたいファンに優しい球団。まあ、延長に入ればトントンになるのか。ピッチクロックでも導入してるんですかね。お互いの球団がチュニチュニしてるのくさ。2時間で9回裏突入したぞ。ここから12回の延長があるでいいけど、普通に早すぎるだろ。アツシは何してんねん。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。